やばい、やばいやつだ。どっかで聞いたわけだいぶ我々ですよ、うん、地球に響きますか、お尻ですか、うん、はい。ハリケデンからこんにちは、ビオハリ、そしてモデルのリコさんです。こんにちは。さあ、そして久々の1ヶ月目でですね、まあ、いろいろ抱えてきてくださってると思いますけども、はい、まあ、それ以外にですね、一応自律神経系を整えていくっていうことで生理不順ですよね、はい、はい、もう5年間続いてたみたいですけども、それがもう1年ね、ほぼほぼいい感じですね。そうですね、はい、よかったです。最近のこのリズム最近も良くて、はい、ちゃんと来ました。コンスタントですね、良、はい、かったです。リコさんね、自律神経ぶっ壊れ続けるとまたね、いろいろ本当にやばいんで、はい、結構体ボロボロレギュラーなんで、はい、視聴者さん心配するんで、はい、まあ、生理不順は整える、はい、で、婦人科さんにも行かれてますし、それでも問題なかったっていうことで、で、針治療の方をやっていってですね、で、コンスタントに来るようになってますので、まあ、体メンテナンスっていうことでやってますので、婦人科に行った方がいいとかですね、そういうサムネだけ見てコメントされる方いるんですけども、ね、心配しないでですね、見守ってどんな施術なのか見ていただければなと思います。はい、ということでケアをしていきたいと思います。それでは、ゴー。生理不順のメンテナンスですけども、まあ、これもまた生理周期の時にですね、コメントをいただければと思うんですけど、まず自律神経の乱れとかが影響したりとかするんで、まず体の動きですね、こわばりがあるかとかを見ていきたいと思います。リラックスしてですね、副交感神経が優位になって、ちゃんと自律神経のバランスを整えると結構柔軟性もあるんで、今どれぐらいこわばってるかっていうのを見ていきたいと思います。お腹手を見ていただいて、右左決めていきましょう。ひねっていいですか。ひねってます。ひねってますか。はい、後ろ向け、後ろ見えますか。後ろですか。はい。いやいやいや。いやいや。ずるくないですかね。いやいや。ずるくない。今お尻上がりましたよね。上げずに後ろを見てもらって。上げずに見る。はい、こうして。いやいや。こうしていけない。厳しいですね。皆さんもちょっとやってみてください。はい、椅子に座って、なるほど。はい、わかりました。はい、ということで結構ゴチゴチなんで、ね、やっぱり体の柔軟性とかいろんなのも含めて神経整えた方が良さそうなんで。しっかりと治療していきたいと思いますけども、生理がなかなか来ない、乱れるっていうのは11円でね、改善することができます。大体、ね、女性で冷えだったりとかおけつっていうのがあって、血液が滞っていたりとかするんですね。それには肝臓の経絡っていうのをやるのが大事なので、この肝臓の経絡を動かします。で、左足のですね、1個目と2個目の指のスライドしていて止まるところがあるんですけど、ここに10円を貼ります。これが対象というここになります。で、左の手首の、この付け根ね、小指がここに1円を貼ります。これツーリっていうツボになります。で、これね、動き割と良くなると思うんですね。いきますね、うん、はいはい、体も楽じゃないですか。はい、楽です。はい、なのでこのリコさんはおけつ体質なので、ちょっと血流が悪くなる傾向があるので、こういうのをですね、やったりとか、あとですね、このここを揉むといいんですね。お風呂入った時とか。お、痛い、痛い、あれ痛い、痛いですか。痛いです。ということで、だいぶやばそうなんで、しっかりと治療していきたいと思います。それでは、それでは生理不順ですけども、全体を整えて、またボッと出ますけども、これね、生理不順だったり乱れてる結果なので、ホルモンバランスが崩れる原因があるわけです。それは一番下の自律神経とか血流の乱れ、コアレベルって言います。便宜上ね、酸素に分けてるんですけど、そこを整えて体のエネルギーのバランスを整えていく。やっぱりですね、いろんな影響によって体の縦に微弱電流が流れてるんですね。微弱な電気が流れてますけど、それが調子が悪くなったりとかすると整えるのがこのエネルギー、治療です。で、そして局所の治療っていうのをやっていきます。はい、で、まずですね、経絡治療で全身を見ていきます。
下ネット出してもらっていいですか。下の裏を見せてもらっていいですか。あら、はい、大体分かりました。人狂の治療しちゃいました。でここで人狂の治療さん、はい、 OK です。これも力入ってます。いいですね、はい。ちょっとお腹を見て、さっきね、治療もしてますんで、だいぶこちら側の詰まりが良くなって、逆にこっちの方が嫌だったんですかね、これだ、これですね。これはお通じの方なんですよね。胃大腸の方が整ってないので、腎虚ベースなんですけど腸免疫とかも乱れてるので、エネルギーを変えるための 4K 治療をしていきます。これですね、肺の経絡、食卓、はい、はい、オーストンとサインの状態で、あと子宮活性化したいですね。これ専用の針は大事なんです。チコさん専用、何でしょうか、ヨダン専用長針ですね。これ何センチあるか、これは使えるのはもう一人いらっしゃるんですけどね、お鳥さんですね。あなたも性不順悩んでますから、やっぱりね、西洋医学と合わせ技やるのはいいんじゃないかなと思いますね。はい、というゲイル間にちょっと子宮に響く針をします。はい、ちょっとこのね、卵巣周りを刺激する子宮に大事な特効血って入れます。はい、あとですね、頭皮に改善させるツボがありますので、それを使います。いいプロダクトポイントですね、これです。生殖ポイント、再生ポイントですね。生殖器の生殖ね。さっき僕がやってたの、ここですよね。別の動画で出てますけど、オープニングで僕が入ってたのね。ほら、あの、刺さってますけど。刺さって。触覚みたいに。呼吸循環ポイントね。あれ、すっきりしたわ。針は、効きますね。はい、ということで。10分ほどお休みいただきます。時間になりました、ね、これを取っていきます。長すぎるとゴミ箱に入んないんですか。楽じゃないですか。はい、楽になりました、ね、はい、ということでうつ伏せの治療をしていきます。ではですね、生理不順の全身調整終わりましたので、今度はですね、おけつをこう水玉で出してですね、その後針治療をしていきます。では最初オイルで流していきます。みこさん薄いっすね。薄い割にいろいろ背中がやばい感じで、では背中ちょっとね流していきたいと。大丈夫ですか、気持ちいい感じですか。まだまだ今のところまだまだイントロダクションです、はい、じゃあちょっとイントロダクション終わりましたね。でも軽めにしてますから、今日軽いです。あれ大丈夫ですか。やばいやつどっかで聞いたわけです。やばいやつですか。やばいやつですか。これ気持ちいい感じですか。いや、やばいですね。うわ、やばい。結構注ぎ耳です、ね、ノーコメントの話です。足が
立ち上がりってます。やばいやばいやばいよ、そこはソフトに、ソフト、あやばいやばいよ、肩骨気持ちよくないここ気持ちよくないらしい、気持ちよくないですよ、気持ちよくないですよ、大丈夫ですか線も取れましたので、でちょっと線骨部ね吸い上げていって、あと針をしていきます。では腰前ね吸い玉していきます。変圧大丈夫ですか？痛くないですか？もうちょっと言っておきます。いや、はい、では5分お休みいただきます。それでは時間になりましたね、セリフ順の次でもね取っていきます。はい、おだいぶこれやばいですね、仙骨部。おぉ悪いね、出てましたね、だいぶ悪々ですよ、うん、それでは針を押していきます。さらにですね、子宮周りですね、こう支配している自律神経を刺激する陰部神経というのを使って刺激して整えます。陰部神経というのはその先にですね、骨盤神経層というのがあって、まあ、交感神経と副交感神経の枝がこう集まっている束みたいなところですね、そこを活性化して血流を良くすると自律神経が整っていくので、まあ、エストロゲンというのはね、プロゲステロンの値とか、まあ、そういったものの影響があるんで、こうで刺激をしていきます。これですね、はい、いきます、子宮に響きますか、お尻ですか、はい、で反対側、はい、はい、OK です。あと仙骨、はい、はい、OK です。それでは10分ほどお休みいただきます。それでは時間になりましたので、陰部神経の針を取っていきます。はい、それでは動きをチェックしていきたいと思います。はい、アフターですけど、むちゃむちゃ顔色良くなりましたね。はい、元気です。良かったです、はい、まあ、ちょっとまあおけつ出てましたけども、生理不順のね経過、まあコンスタントに来てるかっていう動画はまた次の生理周期の時に教えていただくにしてですね、動画でコメントいただくにして、動きの方を見ていきたいんですけども、お腹に手を置いて右左に行くとどうですか、はい、後ろ見えそうですね、うん、後ろ見えました、すごいですね、見えますね、はい、さっきは良かったです、はい、ということで、セリフ順とかですね、婦人科さんに行ってちゃんと血液データをねチェックするというのは非常に大事なんですけども、プラスアルファでこう東洋医学的なね治療をやっていくと非常に改善していきますので、まあですね、スクリーニングチェックをしながら、こういった施術も受けてもらえたらなと思います。本当に数年間ね、セリフ順が
治らないとか改善しないとか1年間無月経だった方が、まあ、来るようになったりとかっていうことがありますので、お問い合わせいただければなと思います。ちゃんとその前にですね、婦人科さんに行ってチェックをしてきてくださいね。データを持ちながら、まあ、一応見て鍼灸治療の方をしていきます。うちには横浜元町と銀座にありますので、概要欄からお問い合わせいただければなと思います。それからこういった施術ができる先生方ですね、会員さんで450人ぐらいおりますので、ご紹介できたらなと思いますので、概要欄からお問い合わせいただければと思います。はい、他にも施術の動画ですが、セルフケアの動画を配信していますので、次の動画もご覧いただければと思います。チャンネル登録、高評価の方でよろしくお願いします。はい、生理不順の経過報告ですが、今月も無事に、ちゃんとした周期で、バッチリ生理が来ました。とても順調です。ありがとうございます。後ろ見えますか？後ろです。はい。ずるくないですか？いやいや。ない。え？後ろ見る。今お尻上げ上がりました。上げずに後ろ見て。上げずに。いやいや。